どうも、マイドです。ニックです。いやー、最高に気持ちいいね、今日もね。ホンマバイク最高。まあ嫁さんからはまたバイク乗るんかいなって、もうあんたやって感じで言われてるけどもね、もうでもしゃあないよね、もうこんな天気やもん。もう家の用事せえへんとかって、も家のことやれへんって怒られてばっかりやけどね。まあでも楽しいからね。まああかんねんけど、まあ基本遊ぶのは好きな、もうどうしようもない、まあおっさんやからね。まあ昔は兄ちゃんやったけど、今はもうおっさんやから、もうそのどうしようもないとかも昔から治ってないから、もうそこはね、もう諦めてもらうか、もう諦めてもらわれへんかったら、もうちょっと一つ線引きしてもらうとあかんね。こらこら。いや、とりあえずね、なんだかんだ言いながらもう2月になっちゃって、ペットのね、蛇の餌をちょっと買いに行くのちょっと忘れてましてね、バタバタしてて、もうそろそろ餌与えんとあげんなあかんので、ペットショップに今から蛇の餌のネズミを買いに行きます。はい。ほんでまあネズミ買ってから、まあ軽くちょっとなんか食べてっていうか、まあもうでも夕方前やからね、あんまり食べると晩ご飯食べられへんなるから、まあ軽くバーガーの1個でも買って、まあ食べて帰ろうかなみたいな、そんな適当なブラッと街乗りですわ。はい。まあ何時やろ、3時か。まあでも僕今日もまあ朝からも何も食べてないからね、朝起きてから。昼も食べてないし、朝も食べてないし、まあ、結構ね、あんまり僕食べんでも OK なんですよね。まああんまりこういう不規則な、ね、食べたり食べへんかったりっていうのはまあ良くないんやとは思うけども、まあでもあんまお腹空いてなかったら食べようかなと思えへんしね。いや、じゃあまあとりあえずね、こっからこの前道これ混んでるんで、とりあえずペットショップまで、飛ばしたいと思います。それでは。さて到着ですね。あ、行き過ぎてもうだ。さあ到着です。じゃあちょっと帰っていきましょうか。ご主人様、トツです、トツです。やるじゃないか。どうもどうも、ちょっとすいません。店の中でね、バッテリーが切れちゃったみたいなんで、ちょうど今このポータブルバッテリー持ってたんで、これをちょっと、じゃあなんて、充電しながら使うというテストもね、ちょうど今できたんで、よかったかなと思ってます。ただ店の中でヘルメットかぶったりしてるのおかしいですけども、まあ、そこはね、
まあ、ご愛嬌ということでね、はい、よし、じゃあね、このネズミを飼って帰りたいと思います。はいはい、どうも。あれ、ああ、ノー、that's fine。Oh, can I get it back? Can I get it back? That's fine. Thanks, man. もうやる気のなさそうなやつですね。はい、ハワイさん。Good. Nice out, huh? Yeah. よし。さて、帰りましょう。ちょうど、こう、給電しながら使うテストもできて、ちょうど良かったですね。はい。今から何か食べに行こうかなと思ったけども、今日は、ここで、ね、今日天気いいし、あんまり長いこと外おったら、これネズミ、冷凍ネズミ溶けちゃうんで、うん。まあまあまあ溶かしてから揚げるのは揚げるんですけどね。まあでも外で溶けちゃったら嫌なんで、とりあえず今日はこのまま家に帰りたいと思います。はい。まあなんか全然意味のないというかオチもないような動画でしたけども、とりあえずまあセナの天使プロのまあまあテストというか動作確認と、まあ今ね、これちょっと給電しながら使ってるんで、はい。まあでも今録音で、録画できてるっていうことは、まあ給電しながら使えてるってことなんで、まあそこの部分も OK ですね。うん。まあとりあえずね、まあできるだけこう買ってから、あんまり立たないうちに、まあいろんな動作のね、テストだけはしとかないと、やっぱり機械もんなんでね、初期不良とかも絶対あると思うんで、まあいろんな、こう、チェックというかね、うん、動作確認はしといて、まあおかしいようやったら、やっぱり、返品しやんとあかんしね、うん。返品して新しいのに交換してもらわんとあかんし、とりあえずそれも兼ねて、今回は、そんな動画でした。はい。じゃあね、今日はこの辺で動画切らしてもらいたいと思います。それでは最後までご視聴どうもお気に入りでした。それではまた。じゃあね。バイバーイ。